はい、今日は3月25日、オープンに向けて着々と準備が進んでいるボンド大宮に来ております。ちょっと今回中に入っていいっていうことなんで、ちょっと工事中なんですけど、中の様子をお届けしたいと思います。行ってみましょう。入り口はなんかもう全部作り替えるみたいで、はい、元々の階段がぶち壊されてます。はい、なんか入り口もめっちゃかっこよくなるんで、はい、わーすごい、わー天井が全部なくなっております。はい、でここからあの木製のライトがつくみたいです。お仕事中申し訳ございません。ちょっと入れてください。ありがとうございます。わーすごい、すごい、これ天井ないとなんかすごく広く見えますね。わあすごい。あ、床も全部、はい、剥がしてやり直しみたいです。はい、すごい。でこの足場であの木製のライトを、はい、組み込むんじゃないでしょうか。はい、そしてこの辺の事務所になるであろうところも、もう思いっきり手が入って改装が進んでおります。でこっちの奥がお手洗い、はい、洗面所になるみたいです。はい、わすごい、結構広いですね。はい、すごい、はい、工事の方は大丈夫そうですか。なんか噂じゃ、なんか中国のコロナの影響で。そうですね、はい、今のところ私はあの、今日連絡ありまして、はい、なんとかあの、あ、そうなんですか、よかったです。そうなんですけど、はい、すいません。なんか物件によってはなんかそのそ、ね、ちょっとした部品が中国製で足りなくって、はいはい、なんか収められないとかっていうのを聞いたんですけど、はいはい、ありますあります。エアコンとか電気とかですね、あとドアとか。あ、なるほど、なるほど、はい、大変です。上、あ、ありがとうございます。なんと上にも行っていいそうです。はい、わすごい、すごい、これあれですよね、天井をもう一回吹き付け直して。いや、あ、そのままです。こういう感じで今、はい、この上にですね、はい、こういうメッシュを、はい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 、乗せまして、はい、ちょっとシミュレーションしたんですけど、はいはい、その上にあの断熱材を、ああ、なるほど、今、はい、断熱材があの、なんていうんですかね、あの裸状態に乗ってますから、はい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 、あ、じゃあ直で天井じゃなくて、もう一個ここに天井的なものが入るんですか。あ、なるほど、はい、で、このここにそのライトが。そうですね、高さこれが50センチ下がるところ。はい、はい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 、じゃあ思いっきり天井に手が入るみたいです。はい、わわわ、はい、ちょっとピットも行ってみましょう。はい、わあ、あ、結構縦長なんですね、ピット。はい、ちょっとピットのレイアウトは聞いてないんであれなんですけど、リフトが多分1機と2台入る感じですかね。車はエアコン完備でバッチリ内装の作業もできそうです。はい、じゃあ多分ピットはこれから穴掘ってですよね。そうですね、ですよね。あ、これがちょうどレイアウトのやつです。あ、商談スペースがこう3つと、はい、で前にテーブルと、ちょうどだからここがそうな感じです。そうですね、はいはいはい、でこっちピンクのところを、はい、あー、なるほど、はい、でこっち側にちょうどですね、はい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 、あ、この辺からこうややこう斜めに、はい、その扉じゃない、窓ガラスと平行にこういく感じなんですか。そうですね、で今教えていただきました、これここのブロックも全部タイルの目を潰して真っ黒黒ボンドカラーにするそうです。はい、で入り口は全部作り直しですもんね、これ。すごい。スロープとかってそのまんまですか。そうですね、スーパーカーだとこれ入らないですよ、ね、入らないですよね。はい、それってなんか一回取ってですね、削って、はい、あ、やっぱりそうですね、よかった。はい、やっぱりここ車庫端に優しくなるそうです。はい、よかった、はい、バッチリですね。すごいです。そろそろちょっとあのサザエさんの声練習しとこうと思います。なんということでしょうっつって、はい、これも全部ボンドカラーになるそうです。はい、でこれは引っこ抜いちゃうんですか。
はい、というわけで今回はオープンに向けて準備を進めている大宮店からお届けいたしました。一応幸いなことにコロナの影響、工事の方には出てないということなんで、まあ、予定通りの、春、オープンできるんじゃないかなと思います。そしてボンド大宮、現在オープニングスタッフ募集中でございます。はい、募集の詳しい内容に関してはホームページの方に載せてありますので、ぜひそちらからお問い合わせくださいませ。はい、というわけで、ツッチンパフォーマンスが現場からお届けいたしました。ボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。